つ相当狩らなきゃな、装備作るにして。あっち側にイノシシとかオオカミいっぱいいるな。あそこら辺狩ってくるか。あーでも楽、水筒と、あそうか、向こう側の洞窟から鉄も取ってくるか。正直、あー、ツルハシ作ればよかったな。ツルハシ作るか、まだ作ってないから。あ、ツルハシかな、そこにいるんですよね。オオカミが、ああイノシシやっちゃったよしよしよし、これでまたパワーが大量に取れると。なんかその奥に鹿かな、イノシシ。イノシシもなんか向かってくんのかな、こっち側に。あー皮いっぱい取れる。あ、バッファローがいる。バッファローって襲ってくんの。できれば記念撮影したいんですけどあーなんかゆっくりしてんな。あ、おとなしいですね。あ、めちゃくちゃおとなしいかも。あー、狼がいる。バーファローおとなしい動かないのかな、バーファローちゃんはめちゃくちゃおとなしいですね。全く無反応なんですけどまあいいや。洞窟なかったでしたっけ、ありましたよね。あそこか、面白い位置にあんな。また中入って、はい、あー当たった。おい、オッケーかな。いやー一応、あーダメか、意味ないですもんね、これやったとこで。ここもそんなでかくないんだな。こんなもんですかね。戻りますか。あ、バッファローがいる、ここにも。うろ、あ、逃げてった。あれ、さっきのバッファローは無反応だったけど、バッファロー多いんですね、この辺り。いよいよ、鉄装備。久々だな、鉄装備。重火器類も欲しいですけどね。とりあえず、鉄のツルハシ、鉄の槍ですね。これで行くか。鉄の槍があればな。これもあれば、どうとでもなるでしょう。あと、鉄の斧も作っちゃいましょう。まあ、鉄の槍あるだけでだいぶ心強いですね。早く晴れないかな。これ晴れたら、いよいよ、探索ですね。ミッションか。このままクリアできそうだな。でも余裕かましてると本当やられますからね。そろそろ出ましょうか。水飲も、水筒もいいですよね。バックパックは向こうで捨てる感じになっちゃうかな。もったいないから置いていくか。これいいですね。こんな感じなんだ、バックパック。矢筒みたいのもついてる。これいいじゃないですか。じゃあ、いよいよ今回のメインミッションですね。やっていきましょう。あ、次回はなんかお薬系を作れるようにしたいですね。いよいよ、バフをもっとつけたいんだよな。ここら辺を頑張ってやっていきたい。てっか。はい。いいですね。鉄ナイフもあるんで。取れる量も増えますもんね。もうめちゃくちゃ皮取れんな。
やっぱ鉄装備は安心感が違うな。あ、狼だ。あ、レベル上がりましたね。18。早く25にしたいな、次は。20になれば、ティアさんの装備系も作れるようになるのか。あー、サクサクいける。あー、バッファローがいいな。あぶない。どこだ。いた。クマ。よーし。あぶな。やっぱクマ痛いな。槍で生物50体倒す。剣術師。怪我はしてないけど、めちゃくちゃ痛い。連戦は無理だな。ちょっともうちょっと弓のあれが。ヘッドショットいられればよかったんですけどね。ちょっともう次は戦えないぞ。やっぱなるべくクマとは戦わない方がいいな。近距離戦ナイフでも戦ってみたいんですよね。スピードも速いしな。これで戦ってみるか一度。あれ、おお、あ、一撃強いな。200くらい焦られるんだ。いやでも HP 削れるか戦っちゃダメだな、近距離で。もうちょい先だな。もうそこでいきなり調査すればいいのかな。ちょっとまだ HP 低いですね。狼出てくるんだったら石の上からやるか。あー、意外と移動、あ、オオカミいる。はい。あー、ありましたね、これか。はいはい、あー、でもすぐそこでやる感じか。そこの石の上良さそうじゃないですか。よし、じゃあ取りましょうか。はい、これを地質調査ステーション。これは、あ、ここの中に入るんだ。あー、じゃあバックパック持ってきてもよかったな。なんだ、入るんだ。はい。怖い。あ、これで3つ分ってことか。あ、なるほど。こっから一気に3つ、3箇所ってことか。じゃあ、近いとこ行きましょうか。こっち側だな。あー、はいはいはい、面白いですね。じゃあ明るいうちにさっと終わらしたいな。まだ12時なんでいけるでしょ。お天気イベント来ないといいんですけどね。多分全部高台っぽいですね。あー、こうなってんのか。なんかボス出てきそうだな。はい、2つ目ですね。はい。あー、なんかピコピコ言ってる。つながりましたね。あっちか、1と2か。あっち側だな。行きましょう。これ次やったら終わりなのかな。だとしたらここまで装備整える必要なかったかもしれない。いや、なんか出てくるとは思うんですけどね。毎回出てくるわけじゃないんだな。まあ、報酬も安かったですからね。こっちですもんね。多分三角形にこう、バーッとあの赤いレーザーみたいので結ばれんのかな。その中心地になんか出てくるのかな。でもただの調査ですもんね。一応最後の一箇所の時は注意しとこう。あ、ありましたね。ラス1。大丈夫かな、なんか来そうだな。
いけたいけたいけた。で、ポイント4にアップリンク装置。これか。あー、なるほど。ん？あー、ポイント4で出てくるのか。よし、じゃあ最後のポイント向かってそこで送信するみたいですね。送信機設置か。で、多分ポイント4に狼かなんか。いや、これ相当来そうな気がするな。めちゃくちゃ10匹ぐらい一気に現れそう。そしたらもう勝ち目ないですよ。あー、ありますね。あそこか。近くに一応でかい岩あるんで、それに乗って待っとこうかな。いやー、ここ怖いですね。最悪水の中入ればいいか。さっとやってみますか。アップリンク送信機。怖いな。はい。これで、あははは、いいですね。夜だって綺麗そう。ああ、絶対行きますよね。これ乗れないですもんね。この上らへんのと見とくか。あ、守る来た。ここで見とけばいいか。あー、狼来ましたね。オッケーオッケーオッケー。あー、来た。はい。ここだな。そんなに来ないのかな。めちゃくちゃ綺麗ですね。今のとこまだ2体しか狼出てきてないけど。早く早く、 30% まで上がった。あー、いますね。あー、来てる来てる。オッケーですね。お立ち台だな、あれ。そんなに、そこまで多くないな。思ってたよりも。あー、来た来た。狼しか来ないのかな。オッケーですね。あと半分。なんかそんな狼もレベル高くないんで。全然まだ余裕。ここら辺焼き払いたいですね。草むらが邪魔。意外と楽そうだな、この調子だったら。あ、来た。オッケーですね。弓の耐久値も大丈夫かな。あー、そこにいる。あー、クマ来たかも。なんかすごいスピードで来てません？クマ。やばいな、それ。クマ先やるか。ちょっと邪魔だな。あー、よかった。こっちが来て。あと 12%。クマ来ましたね。ちょっと、弓のあれが危ないんで。切り替えたいな。おい。おい。あと99。あ、いけましたね。That's it. Scan
ミッションコンプリート。はい、レベル上げたい。あー、はいはい、あ、雑いと。あ、ブラブラブラ、よいしょ。ひどいことになっていく。ここら辺もうか、あ、いいかな、これは剥がなくて。入りましょうか。まともにやったらちょっと大変でしたね。もういいんですよね、これ。送信機もできたし。ひどいありさまだけど、とりあえず、ミッションコンプリートですね。よし、帰ろう。あー、嘘。まだ寄ってきてる。めちゃくちゃ寄ってくるな。帰りましょう、帰りましょう。ご飯も食べて、家の方向、あ、嘘、強風イベントか。まあ、そのまま帰ればいいかな、もう。前回のボスクエストか、ボス狼戦に比べたらだいぶ楽でしたね。でもやっぱクマが来るからな。どこで戦うかがすごい重要ですね。ああ。で、途中で、嵐も来てたら最悪だったな。ああ、これ水筒もすごい効果長いんだな。前水漏れしてた感じだったけど、水筒、水袋も作ってよかったですね。だいぶ持つ。酸素と水は全然減らなかった。これレベル上げちゃいましょう。19だな。おお、結構今回は、レベルが上がりましたね。これは上げちゃいたい。よーし、レベル19ですね。あと1レベルで20だ。討伐系やると本当に上がるからいいですよね。経験値かなりもらえるんで。一度寝て、どうしよう、拠点燃やしてこうかな、いつも通り。あー、帰ってきた帰ってきた。宇宙船の目の前ですからね。あんまり短いお付き合いでしたけどね、今回だいぶ。よいしょ、一回寝て明日燃やして帰りましょう。いろいろ取れたけど、もうここでは使わないですからね。ちょっともったいない。ちょっともったいないですけどね、これ。とうとう取れたけど。よし、じゃあミッションもコンプリートしたんで、最後いつも通り拠点燃やして行きましょうか。はい、か、はい、これでいいかな。ただ石の拠点になるともう燃えないですもんね。槍でも持って見とくか。意外となんか燃えないな。あれ、ちょっと時間かかってますね。燃えてない。あれ、あー、燃え始めた。なんか燃えにくくなったのかな。ここら辺燃えないですね、なぜか。あー、燃えてきます。ここら辺から取ろうかな、今日。ベストポジションを探しましょうか。やっぱこっち側からが綺麗かな。ああ、いいですね。真後ろにある感じにしようかな。ああ、いい感じに取れそう。かっこいい。いいですね。こう背景燃えてるのかっこいいな。次からは、どうだろうな。石の拠点ももう行けますからね。ただちょっとコストがかかるのと、こんな長期間かかるミッションじゃなかったら、さーっと行っちゃってもいいか。あー、綺麗。なんか持って帰れたらいいんですけどね。はいはいはい。めちゃくちゃ燃えてる。爆発とかしないのかな、これ。
酸素装置、酸素発生器が爆発とかしたら面白いですよ。この火の粉が舞ってる感じが本当リアルなんですよね。でっかいキャンプファイヤーですね。もっとでかい建物も建てたいな。建物建てるのも面白いですからね。次あたりもうちょっとでかいの建てもいいな。鹿がいる。あ、鹿がいい感じに入ってきそう。あ、逃げちゃった。もうちょっとで全部崩れますね。ガタガタ言ってる。ほんと跡形もなく綺麗になくなるのがいいですね。ラスト。あー最後。よし、綺麗さっぱりすっきりしましたね。入りましょう。はい、入りましょう。帰還ですね。これ槍持ったまま座ってんだな。一応ジョイスティックみたいなの操作してるのか。はい、ミッション達成ですね。おー、あ、なんかこれも出てくるようになった。あ、これですね。安いんだよな、今回。75しかもらえないからな。ちょっとこの調子でどんどん新しいミッションやっていきましょう。